おはようございます。時刻は7時です。寒いね。はい、おはようございます。今日は春夏号のシアンの雑誌の撮影がありまして、そのためお店で仕込みをして、渋谷のスタジオに向かいたいと思います。ね、朝久しぶりにね、こんな早くお店に行って仕込みをするんですけども、やっぱね、早朝は寒いですね。頑張っていきましょう。水面が反射してなんか素敵な感じになっております。朝は朝で綺麗ですね、眺めは。今日はね、お休みなんですけれども、早朝から撮影をしたら今日は一日オフですので、だいぶ早い時間に街に繰り出すことになりますね。さあ、頑張っていきましょう。シャツのシワを伸ばしていきます。準備できたので行ってきます。じゃあ現場へ向かいます。翔太君、よろしくお願いします。頑張ります。いや、すごい状態ですけど。いやいやいや、申し訳ない。本番の切り替えをお見せしますんで、そんな姿を映して申し訳ないですけど。いや、全然全然。行きましょう。頑張ります。はい、到着いたしました。行ってまいります。さあ、原宿に到着いたしました。撮影も終わって、これからご飯を食べに行きたいと思います。ちょっとハンバーガーでいいですか？もうハンバーガーでぜひ行きましょう。もう本当にありがとうございます。分かってるね。分かってる。うまそう。極バーガー美味しそう。極バーガーの極は何だ？極意の極なのかな？極うまい。入れるかな？まだかな？無理かな？ダメかな？ちょっと待つか。エンジェルチーズバーガー、これすごいね。チーズが溢れちゃってるよ。ランチセットの A にしようかな。グッドじゃないよこれ。ゴッドだよ。極バーガープラス700円って何が起きるんだろうね、これね。何起きるんですかね。すごくない？これ極バーガー、これすごいね。これめっちゃ好きな、ゴッドチーズバーガーですね。ゴッドチーズ、エンジェルチーズ、神チーズ、いや間違いないです。あ、おっと、これ、あ、これだ、この辺だ。うわー、極バーガーだ、これだ。バカヤバいっすね。人間の欲望全部詰めましたね。いや、でもゴッドチーズが一番人気なんですね。そうなんだ。はい、人気なんだ。え、じゃあもうそのゴッドチーズですよ。自分もこれにします。結局もう結局これで、結局ね。オリーブオイルがブワーってかかってて、あ、めっちゃうまいですね。そう、めちゃくちゃうまいんですよ。なんか今更だけどコーラいいな。いいっすね。コーラうまそう。ハンバーガーにコーラって最強でしょ。めっちゃ最高っすね。ちょっとしくったな。これ最初何が来たのかなと思って、本当に岩海苔かなと思って。え、これ手袋をつけて、タレにつけて、すごいね、これ仕留められてるね、ハンバーガーが。やばいっすね。入るから、大正解でした。いや、ですよね。ありがとう。いやいや、全然ですよ。真上のアングルすごいな。確かにやばそうですね、やばそう。ぶっ刺さってる。
上のやつ、どっちくださいうまっ肉を食べるのもわかんないですねこれをすごくね、これすごいですねこれ、今度合ってんの合ってますうまっいい肉ですねうん、うんうまいめっちゃうまくないですかめっちゃうまいですねゴッドガチゴッドガチゴッドハンバーグねうますぎるすげえこれこれはね、うまいわやばいっすねデートで来れないのこれ取れないですね、うん、すげえこれあの翔太くんとはね今日初めましてだったんですけれどもめちゃめちゃかっこいいですあとね心よくあのハンバーガーも一緒に食べてくれてすごく素敵な俳優さんでしたこれからがね本当楽しみな俳優さんなので皆さん一緒に応援しましょうはい今ね渋谷着いたんですけれどまだね12時ぐらいなのでどうしようかな夜にあの僕が大好きなバッチ様のね映画がベネディクト・カンバーバッチのパワーオブザドッグっていう映画があるんですけれどそれが全然あの池袋かこの辺だと吉祥寺しかやってなくてそれも夜の回しかやってないのでそれまで時間をどうするかですねとりあえず家帰ってあの一回昼寝もしようかなと思いますはいはい、一旦家に帰って外に出たらあっという間に真っ暗ですね日が落ちるの早いねこれから、最初ね吉祥寺って言ってたんですけど池袋ですね池袋の映画館に行きますいやーまたね外出て池袋行くの億劫なんですけどもうねそこしかやってなくてしかも時間も夜7時からなんで帰るの遅くなっちゃうんですけどどうしても見たいので行ってきますそんなね寒くなかったんでマルジェラのトレンチを久しぶりに着てきましたこれねベストジーニストみたいになってかっこいいんですよモードっぽいっすよね12、3年前ぐらいに買ったものなんでシルエットが結構タイトでタイトなこのピタッとした、ね、作りになってて細身で合わせる感じですねもう12、3年前からずっと愛用してるんですけどもう手放せないですねかっこいいですよやっぱねメルカリで売ることも含め今ブランドの価値ってあると思うんですけどあまりねそういったことも込みで買うときには考えたくないのでちゃんとね選んで買って大切にいきたいなと思っておりますじゃあ行っていきましょうか池袋ね着いたとこまではいいんですけど全然わかんないですねルミレってどこから行けばいいんだろうとりあえず東口行けばいいんですけどねはてなこのガチャポンの数すごすぎる声で見るとちょっとやりたくなるねあっちまであるよはい無事にあのね10分以上歩いた、ルミネ到着いたしましたちょっと早いのでカフェかなんか行って時間潰そうかなと思います後ろ綺麗ですねこんなになってんだパワーオブザドッグ見てまいりました12月1日にねあのネットフリックスでも配信なんですけれども映画館で見て本当に良かったですベネディクトねカンバーバッチは本当にめちゃくちゃかっこいいですねあの西部劇なんであの男臭い感じが本当に似合うんですけど西部劇かと思いきやまさかのねというラストでしたが気になる方はねあのネットフリックスでも見れるので見てくださいあとねオーストラリア人のあの男の子が出てくるんですけどその方がねなんか不思議な雰囲気を持ってて、まあ、彼もすごい要チェックですさあもう9時半なんで帰りましょう
今日も有意義な一日でした。このね、絶妙にブスな角度から最後お別れです。次の動画でまた会いましょう。